魔法少女まどかマギカポータブル。カナメマドカの運命を変えるたった一つの願いを心に刻み、私は何度も同じ時を繰り返してきた。そしてようやく気づいた。マドカだけを救おうとしたのでは決してマドカを救えないということに。逃げても無駄。そこにいるのは分かってるのよ。今度こそ絶対にあなたを逃がさない。同じ時間を繰り返すのは今度で最後。この忌まわしいループを断ち切ってみせる。見つけた。意外と早かったね。その先は行き止まりよ。覚悟なさい、キューベ。無駄だよ、アケミホムラ。いくら撃っても僕には無意味だ。そうね、ただ撃つだけならね。ん？君は何を言ってるんだい？今にわかれば。だから無駄だって。捕まえたわ、キューベ。いつの間に。知る必要はないわ。ただこうして捕まえていればあなたはマドカと接触できない。あなたを殺すよりもよほど効果的だわ。あなたを撃ったところで別のキューベイが現れるだけだしね。君はどこまで知っているんだ。まあいいよ、今回は諦めるとしよう。君の手の内が見えない以上、今マドカを呼んでもどう妨害されるかわからないからね。アケミホムラ、君の作戦勝ちだよ。マドカたちもここから離れたみたいだ。そろそろ話してくれないかな。はぁ、決めつけられるのはあまりいい気分じゃないね。でも毎回うまくいくとは思わない方がいい。僕はマドカと必ず契約する。覚えておくといいよ、アケミホムラ。それじゃまたね。キューベ、私は諦めない。絶対にあなたの思い通りにはさせない。運命はきっと変えられる。大収穫。さやかちゃん嬉しそう。超レアものの CD が見つかったんだもん。ラッキー。上条くんのところに持ってってあげるの？もちろん。京介のやつ、音楽にはうるさいから。上条くん喜んでくれるね。ありきたりの CD じゃ全然嬉しそうにしないんだけど、これならなんとか喜んでくれそう。あいつの驚く顔が目に浮かぶな。よかったね、さやかちゃん。よかった。マドカもミキサヤカも変わらない。キューベイとの最初の接触はどうにか避けられたけど、まだまだ油断できないわ。ことにひどいよ、こんなのあんまりだよ。マミさん。マミ、何やってんだ。なんでホムラに魔法を。と
萌さん、なんで桜さんを。ソウルジェムが魔女を産むならみんな死ぬしかないじゃない。あなたも私も。やめて。カナメさん、マミさん、ごめんなさい。でも撃たないとホムラちゃんが。やだよ。カナメさん、頑張ろう。二人でワルプルギスの夜を倒そう。もうおしまいだね。うん、クリフシードは、ううん、もうないの。そうねえ、私たちこのまま二人で怪物になって、こんな世界何もかもめちゃくちゃにしちゃおっか。壊しまくってさ、それはそれでいいと思わない？クリフシード、どうして。さっきのは嘘、一個だけ取っておいたんだ。そんな、なんで私に。カナメさん、自分に使って。うん、私にはできなくて、ホムラちゃんにならできることお願いしたいから。ホムラちゃん、過去に戻れるんだよね。こんな終わり方にならないように、歴史を変えられるって言ってたよね。久兵衛に騙される前のバカな私を助けてあげてくれないかな。約束する、あなたを救ってみせる。何度繰り返すことになっても、必ずあなたを守ってみせる。よかった。カナメさん、しっかりして。もう一つ頼んでいい？私、魔女にはなりたくない。嫌なことも悲しいこともあったけど、守りたいものだってたくさんこの世界にはあったから。ね、お願い。嫌な夢。でも忘れちゃいけない、マドカ。あなたを絶対に助けてみせる。病院寄ってくの？ううん、昨日行ったから今日は行かないつもり。じゃあ一緒に帰ろ。うん。最初の接触はどうにか避けられた。でも油断はできない。キューベイは間違いなくマドカとミキサヤカを勧誘する機会を狙っている。二人を見張っていなければ。でね、
突然女の人に道を聞かれ、その人は家まで送って行ったんだって。ところがたどり着いたのは幽霊が出るという噂の廃ビルの前で。さやかちゃん、それ本当にあった話なの？実際に体験した人の話だって二組の彩香が言ってたよ。まどか、今の声は？声？聞こえなかった？まどかって私の名前呼んでた。まどか、さやか。あ、また。私にも聞こえた、あっちの方から。ちょっと行ってみる。え、まどか待って。呼ぶ声、まさか。どこ、どこなの？まどか、ここって例の廃ビルの前だよ。それじゃあさっき私を呼んだのはもしかして幽霊なんじゃない？怖いよ。まさか本当の話だったなんて。さやかちゃん、早く帰ろう。こんなところにいたら幽霊さんに引き込まれちゃうよ。そうだね。待って、屋上に誰か立ってる。まさか幽霊？ううん、違うみたい。ただの人っぽいけど。屋上にって、まさか自殺？え？どうしよう。本当に飛び降りちゃうよ。止めなきゃ。そんなこと言ったってどうすれば。あ、飛び降りた。やはり操られていたのね。あの、ホムラちゃん？その人、死んじゃったの？いいえ、生きてるわ。一体何がどうなってんの？ごめんなさい。説明してる暇はないの。二人とも、ここにいるのは危険よ。どこか別の場所に。ここから離れて。でも、その人。気絶してるだけ。じき目を覚ますわ。さっき屋上にいて。いいから、ごめんなさい。言うことを聞いて。あなたたちのためなの。わかった。行こう、さやかちゃん。またしても君に邪魔されたか。あなたの魂胆はお見通しよ、キューベ。君の不利益になるような計画なんてしていないつもりだけれど。とぼけても無駄よ。あの二人を結界に誘い込もうとしたんだろうけど、そうはさせないわ。それが気に食わなかったのかい？どうしてかな？覚えておきなさい。あの二人に一歩でも近づいたら、その時は。僕を殺す？やれやれ、君も本当に懲りない人だな。いつまでも君が先手を打てるとは限らないよ。カナメマドカは僕にとっても大切な魔法少女候補だ。それじゃあまたね、アケミホムラ。やっぱり後をつけてきてよかった。でもこのイタチごっこをずっと続けてるわけにはいかない。ひとまずここの魔女を倒して、それからまた考えないと。この反応は昨日ショッピングモールで感じた反応と同じ。どちらにしろこのまま放置しててもいいことにはならない。ここで倒しておきましょう。
何か見つけたわ。何か見つけたわ。いけないくらい簡単に勝てた。時間速攻を繰り返すうちに私も慣れてきたのね。遅かったみたいね。悪いけど魔女は先に倒させてもらったわ。あなたは？彼女がアケミホムラだよ。前に話したじゃないか。アケミホムラ、あなたが新しくこの町にやってきた魔法少女ね。はじめまして。自己紹介の手間が省けたみたいね。一体何者？何が目的でこの町に来たの？
あなたには関係ないこと。私はあなたと同じ魔法少女。それ以上の質問に答える必要はないわ。目的はグリーフシード。私と縄張り争いをするつもり。安心して、あなたの邪魔をする気はないから。それに私はあなたの敵じゃない。あなたが私の邪魔をしない限りは。アケミさん、あなたは。マミ、気をつけて。彼女は油断ならない。黙って。あくまで目的を口にしないつもりらしい。何か企んでいるのかもしれないよ。悪いけど私、あなたのこと信用できない。信用してくれなくていいわ。いずれあなたにも分かる時が来るから。どういう意味？キューベイをあまり信用しすぎないことね。それじゃ。あんたも見たよね、あの女の人が飛び降りたところ。うん、あんな高いところから飛び降りて何ともないなんて普通は考えられないと思わない？よくわからないけど、ホムラちゃんが助けたんじゃないかと思う。助ける？一体どうやって？わかんない。その通りさ、カナメマドカ、ミキサヤカ。あの女性はアケミホムラが助けたんだよ。魔法を使ってね。さやかちゃん、あの時と同じ声。うん、気のせいじゃないよね。気のせいじゃないよ、ミキサヤカ。話しかけたのは僕だ。僕が君たちにテレパシーで話しかけている。テレパシー？あの超能力とかの？そうだよ。ほら、僕はここにいる。あなたがテレパシーを？ぬいぐるみ？僕の名前はキューベイ。他の人には僕の姿も見えないし、声も聞こえない。そういえば、変な生き物がいるのに、周りの人は何も気づいていない。僕は君たちだけに話しかけてる。君たちも心の中で思うだけでいい。それだけで僕と会話できる。心の中で？そうだよ、マドカ。君が今やったように心の中で話せばいいんだ。なるほど。っていうか全然納得できる状況じゃないし。驚かせてごめんよ。僕は魔法少女候補を探しにこの町へやってきたんだ。魔法少女？僕と契約し魔法の力を身につけた女の子だよ。魔法少女はその力で人々に災いをなす魔女と戦うんだ。魔法少女？魔女？ごめん、全然話が見えない。君たちも見ただろ？自殺しそうになった女性を。あれは魔女の仕業だよ。彼女が飛び降りたのは自分の意志じゃない。魔女に操られていたんだ。そんな。君たちが出会ったアケミホムラも魔法少女だ。ホムラちゃんも？そっか、あの女の人に怪我がなかったのは。魔法少女による魔法のおかげさ。そして、君たちにも資格はある。私たちにその魔法少女の資格がある？ああ、だからどうだい、僕と契約して魔法少女になってよ。そんなこと、いきなり言われても。無論ただでとは言わない。僕は君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。本当？願い事って？何だって構わない。どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。魔法少女になれば魔法の力で人を助けたり誰かの役に立てるの？楽しそうな話ね、キューベ。ホムラちゃん！やれやれ、また僕を邪魔しに来たのかい？言ったでしょ、私は諦めないって。君のしつこさには参ったよ。仕方ない、今日のところは退散する。ホムラちゃん、あの、
あいつの言葉に耳を貸してはダメよ。どうして？あいつと契約するってことは、たった一つの願い事と引き換えに全てを諦めるってことなの。カナメさん、ミキさん、あなた方が今の生活を大事に思うなら、決して違う自分になろうなどとは思わないこと。今言えるのはそれだけよ。私の忠告、決して忘れないで。どうしたの突然。ここにいるのが見えたからね。明美穂村、彼女のことについて少し話しておこうと思って。この前はあまり話せなかったからね。結界の中であったあの子ね。明美穂村さん、そうね、私も気になっていたわ。彼女はね、明美穂村は僕を殺そうとしたんだ。どうしてそんなひどいことを。明美穂村が転校してきたクラスには二人の魔法少女候補がいる。初耳だわ。しかも二人も。そうなんだ。要まどかと三木さやか、二人とも優秀だ。君のいいパートナーになってくれると思う。特に要まどかはものすごい潜在能力を持った子で、グリーフシードの独占を狙う他の魔法少女たちの脅威になりかねない。つまりグリーフシードを独り占めしたくてあなたを狙ったの？あなたがその要さんって子と契約する前に殺してしまおうと考えて。そういう可能性もないとは言えない。それが本当だとしたら許せないわね。明美さんとは一度ちゃんと話さないといけないみたいね。もう二度とあなたを狙ったりするようなことがないように。気をつけて。話し合いでどうにかなるような相手じゃないかもしれない。わかってる。話し合って解決できないなら、その時は。何をこそこそと話しているの？話し声がしたから来てみたら。キューベ、トモエマミに。あなたのことをキューベから聞いていたのよ。あまりいい話じゃなかったわ。トモエマミはキューベの正体を知らない。この前の結界の中のこともあるし、きっと言っても信じてもらえない。そう、それであなたはその話を信じるの？どうかしら、あなたの態度次第ってところもあるわ。それじゃあ一つアドバイスしておくわ。キューベもキューベの思惑があって動いてるの。信じる信じないはあなたに任せる。だけどこの前も言ったように、全てを真に受けていると痛い目に遭うわよ。それこそ後悔してもしきれないくらい。まるでこれから何が起こるか分かってるかのような口ぶりだね。分かっているのよ、何もかも全て。分かっている？おかしなことを言うな。そういえば人間にはごく稀に未来予知ができる個体が発生するとは聞くけど、まさか君がそうなのかい？でもキューベイの出方がわからない以上、今はまだ様子を見るしかない。トモエマミ、そいつをあまり聞きたくないわね。そう、残念ね。そこにいるのはキューベイとトモエマミ、二人で何を？ぜひ君からもお願いしてほしいんだ、マミ。要まどかとミキサヤカ、二人には素質がある。僕と契約して魔法少女になるよう後押ししてくれないかな。気が進まないわ。契約するしないを決めるのは彼女たち自身よ。
他人から後押しされて決めることじゃないわ。魔法少女の何たるかを君の口から説明してくれるだけでもいいんだ。確かに選ばれた以上魔法少女がどういうものかを知る必要はあるわね。わかったわ。カナメさんたちと話をしてみる。まずいわね。うかうかしてはいられない。今日も楽しいランチタイムだ。じゃじゃーん、ベーグルサンド、あたし好きなんだよね。どこで食べる？そうだな、やっぱ屋上のいつもの指定席。あのちょっといいかしら？さやかちゃんの知り合い？はじめまして、3年の友恵まみ。あなた方にお話があって。屋上でご飯でも食べながら話さない？いいですよ。私たちもちょうど屋上でお昼にしようとしていたところなんです。よかった、じゃあご一緒に。友恵まみがあの二人に声をかけてきた。後を追わなきゃ。それで話って何ですか？魔法少女のことはすでにあなた方もご存知よね。キューベイから聞いたでしょ。けどどうしてそのことを？もしかして先輩も？ええ、そうよ。私も魔法少女なの。キューベイと契約して願いを叶えた魔法少女。それじゃあ魔女と戦ったりしてるんですか？もちろん、それが契約の条件だもの。あの、怖くないんですか？もちろん怖いわ。でも悪い魔女から人々を守るんだっていつも自分に言い聞かせているから。悪い魔女からみんなを守る、正義の味方みたいでかっこいい。キューベイに選ばれた以上あなたたちにもその資格はあるのよ。そんな無理です。私なんかどんくさいし、何の取り柄もありません。無理かどうかは自分の目で確かめてみないとわからないでしょ。それはそうですけど。そこであなたたちに提案があるの。しばらく私の魔女退治に付き合ってみる気はない？それは興味がないと言ったら嘘になるけど。やめときなさい、ホムラちゃん。前に忠告したはずよ。魔法少女になることは全てを諦めることだって。トモエマミ、不幸になる人間を増やしたくなかったらこの二人を巻き込むのはやめて。私はただ二人に真実を教えたいだけ。魔法少女がどんなものか、それを知った上で契約するかしないかを自分の意思で決めてもらいたいだけよ。あなたの知らない真実があったとしても、私は間違ったことは言ってないはずよ。カナメさん、ミキさん、今日はこれで失礼するけど、その気になったらいつでも声をかけて。魔女退治を見学したかったらいつでも見せてあげるから。ソウルジェムが反応している。でもこの結界は使い魔のもの。倒したところでグリーフシードは手に入らない。どうする？このままやり過ごすべきか、それとも。確かにこの結界は使い魔のものね。でも放っておけばその使い魔もいずれは魔女になるわ。トモエマミ、それともグリーフシードを持っていない使い魔は倒す価値もない？人々に害をなす危険がある以上倒すべきなんじゃない？ましてその場所が子供たちの集う公園ともなれば。私ね、以前この公園で魔女を倒し損ねたことがあったの。私の力が足りなかったんだけどね。それで
何人かの人を不幸にしたわ。ま、そんな話しても仕方ないわね。あなたが倒さないなら、私。無理しすぎじゃない。私、もう人が悲しむのを見たくないの。あなたにはあなたの目的があって動いてるんだろうけど、それでもこういうのを放置するのは許せないわね。それとも、キューベイが言うように、グリーフシードだけが目的なの？まあいいわ。あなたが倒さないのなら、私が倒せばいいことだもの。せいぜい自分のために、その力を振るえばいいわ。